はい、坂地。というわけでですね、今日はですね、小町チューブをちょっと昨日から生え始めまして、どういう生態なのかっていうのをちょっと今研究しているところなんですけど、水槽に入れた最初はですね、まあ全然こう慣れない感じで、で反射している自分を見てね、なんかパニックに陥ってたんですけど、まあ1時間ぐらいしたらね、この水槽にも慣れてきてね、今こんな感じで落ち着いてるんです。で今日はですね、このここにですね、今手前で近くの川でちょっとカダヤシを取ってきたんですね。でそのカダヤシをですね入れたらね、食べるのかどうかっていうのをちょっと見てみたいと思います。じゃあ行きますね。行くよ沼吉。わー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 、すごいすごいことが起こっています。あー沼乳、カダヤシにかぶりつきました。すごい攻撃性です。うわあ。カダヤシが死んでしまいましたね、これは。新市場。